私が取り組んでいる実際の例を3つお伝えしましたけれども、アラフィフ女性におすすめの大豆ダイエットをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せる情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録していただきまして、お役立ていただきましたらとっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひお役立てくださいね。それでは早速1つ目の項目です。なぜアラフィフ女性に大豆ダイエットがおすすめなのかという、その理由についてお伝えしていきます。はい、大豆ダイエットの痩せるポイント4つあります。1つ目、腸内環境が整って痩せ体質になれるから。2つ目、血糖値の急上昇を抑えてくれる、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるから。3つ目、脂肪燃焼効果が上がるから。4つ目、女性ホルモンのバランスが整って痩せ体質へとまた戻ることができるからになります。はい、2つ目の項目です。何を取ればいいんでしょうかということで、今回はまあその大豆ダイエットですか、大豆製品になるわけなんですけれども、その大豆製品を取ることで、こちら女性ホルモン、エストロゲンが代表なホルモンですけれども、このホルモンと似た働きをするからなんですよね。いかがですか？まあ、私もそうですけども、もうアラフィフになってきますと女性ホルモンの分泌がもうどんどん減少してしまって、結果今まで女性ホルモンが出てくれていたからこそ得られていた、こういった脂肪燃焼効果だったり内臓脂肪の蓄積を抑えてくれてたり悪玉コレステロールを抑えてくれたりっていう、こんなねありがとうっていう働きがもうないのに近いっていうね、こういったことになっているわけですよ。でもこういった女性ホルモン、エストロゲンに似た働きをしてくれるのが大豆製品に含まれる主にそのイソフラボンということになるんですよね。そこをしっかりとってあげることで、こういった効果をキープできるようにすることができるんです。はい、では3つ目の項目です。どのようにその大豆ダイエットを取り組めば良いんでしょうかということで、まず大豆製品のその痩せ効果なんですけれども、冒頭1番でもお伝えしましたが、腸内環境を整えてくれるから、そして先ほどお伝えしましたイソフラボンが取れるから、プラス食物繊維、そして高タンパク質ですよね、タンパク質の塊、そして大豆オリゴ糖が取れますから、ここでもね腸内環境が整う、そしてコレステロール値も下げてくれるからということで、このようなダイエット効果を得ることができるからになるんですよね。じゃあ具体的にどのようにして取り組めばよいのかということで、その方法をお伝えしていきます。はい、方法はこちらです。大豆ダイエットの方法3つ主にあります。これは私が全部取り組んでいることなんですけれども、私はですね、まず1つ目、夕食の主食、お米の代わりにその豆腐半丁、約 200g を摂るようにしています。もちろんね、毎日毎日っていうわけにはいかない日もありますけれども、やっぱりお豆腐をお米代わりにまずは始めてみたっていうのがね、その経緯です。こうすることで満足感も得ることができますし、そのしっかりと大豆製品が持つダイエット効果を得ることができるんですよね。でこういった時に夕食の主食としてそのお豆腐食べれなかったなっていう日も私もあります。そういう日はどうしてるかっていうと、2つ目、基本も牛乳飲まないんですよね。前はね飲んでたんですけども、結局その牛乳っていうのは小麦粉と一緒で、要は太るもとですよね、グルテンと似た働きをするカゼインという成分があるので、やっぱり腸に負担をかけてしまうんですよね。でよく言いますが、日本人の方々ってこの乳製品結構合わない方が多くて、合わないのに健康にいいからとかね、カルシウム取れるからとか言って飲んでしまわれますと逆効果になりますから、やはり体質に合っているか合っていないかってとても大事なんですよね。じゃあどうすればいいかっていうと、その牛乳の代わりに私は無調整豆乳をしっかり飲むようにしています。でプラスここに実はですね、私きな粉ドリンクも大好きなので、きな粉と蜂蜜とこの無調整豆乳をね入れてシェーカーで混ぜる時もありますけれども、電子レンジでチンしてホットで飲んだりとか、とにかくいろんなアレンジをして毎日ね豆乳を飲むようにしています。あと3つ目です。プラスですね、私も納豆大好き人間なんですけれども、朝食に特に納豆を召し上がっていただきますと痩せ効果がアップします。あとは美容系とかね、お肌とか髪の毛とか気にしてらっしゃる方は納豆を夜にも召し上がっていただきますと美容効果もアップしますので、まとめますと、納豆は痩せる効果を得たいっていう方は朝、
美容効果の方は夜ということがね、いいので、両方取った方がいいかもしれませんけどね。なので私は納豆を必ず毎朝ね、リンゴ酢入れて食べてるんですよ。リンゴ酢と塩麹とか、アレンジしてキムチとか入れる時もありますけれども、とにかく納豆は欠かさず食べてます。もう最高ですよ。なぜかというと納豆はですね、ヨーグルトとかと比べてもうとにかく腸にですね、生きたままもう生きついてくれるんですよね。途中でリタイアしないんですよ。乳酸菌もヨーグルトなんかはやっぱ熱に弱いので、途中でそのもうリタイアしてしまう菌も多いんですけども、納豆菌っていうのは胃酸にも熱にも強いですから、そこをしっかりですね、朝また取ることで私一日元気いっぱいで過ごすことができてるんですよね。なのでまとめますと、大豆ダイエットいろいろ方法あります。もちろんこれ以外もご自分で上手に、要は大豆製品を取ればいいんです。大豆製品をしっかり取っていただければ丸ですから、しっかりね、まずは私と同じことしてみたいなという方はこれでもいいですし、気をつけるとしたら、そうですね、この無調整豆乳を調整豆乳、要は添加物たっぷりの甘いものにしないでくださいねとか、納豆に添加されているあのタレ、あれ化学調味料いっぱい入ってますから、私はあのタレはね、ごめんなさいして処分するんですけれども、ああいった添加物のものを入れないとかですね。で、夕食の時も無理に食べなくてもいいんですけれども、やっぱり主食をお休みしてみるとか、要は炭水化物の塊ですよね、お米とかパンとか麺類っていうのを夜食べてしまわれますと、やっぱりダイエットの成功にするその、時間がかかってしまいます。そもそも結果も出にくいので、そういったところからも取り組まれると良いと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回はアラフィフ女性に大変おすすめできる大豆ダイエットをお伝えしました。私が取り組んでいる実際の例を3つお伝えしましたけれども、これに限らずですね、要するに大豆製品を上手に毎日摂取していただきますと、女性ホルモンの代わりになって、しかもタンパク質もしっかり取れて、健康的で綺麗に痩せることができますよということをお伝えしたくてご準備しました。ぜひできるところから取り組んでみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。